ルトイにメチルモトを持つベンゾフェノン誘導体を加熱するとアントラセンなどガンが縮合した生成物が得られる反応。この反応の名称は1884年に最初の報告を行ったドイツの科学者カール・エルブスにちなむ。エルブスの名はエルブス下流酸酸化にも残っている。しかし、エルブス自身は当時ナフタレン構造への知見が 不足ししていたたため反応生成物を正しくできなかったエルブス反応は、缶が縮合した、方向属化合物を与える。1884年に報告されたエルブスの手法では、ーメチルベンゾフェノンの脱水反応により、アントラセンが得られる。ペンタセンなど、より大きな関係も合成できる。 ペンタセンを得る反応は短段階では進まず、脱水によりまず、ジヒドロペンタセンを得た後に銅を触媒として、脱水素させる。気質となるケトンは、フリーデルクラフツ反応により合成される。エルブス反応を、複素鑑式化合物で行うこともできる。1956年に、チオフェン誘導体のエルブス反応が報告された。下の反応では、期待された。 直線上の完縮号化合物ではなく曲がった構造の化合物が生成する。これは反応機構が変わりラジカル的な段階を経たものと説明されている。ありがとうございます。